ハーブエリス S1953 ギブソン ES-175ES-175 は、ギブソン製のジャズギターの歴史の中で最も有名な、ものの一つである、フルアコースティックエレキギターである。243、4インチ628.65ミ、mm、リメートルスケールの、ネックに、ブランコテールピースとフル中空ボディに、中央、マチックブリッジ等のスペックを持つ。 1949年より68年間連続生産されたが、2019年のギブソンのラインナップからは削除された。シングル、またはデュアルピックアップのアーチトップエレキギターである。ギブソンの L-5 やスーパー400とは異なり、ラミネート構造になっており、材料と構造のコストを抑え、大音量のフィードバックを扱うのに役立った。ES-175 には、 平行四辺形のインレーがついたローズウッド指板、3インチ幅の深いボディフローティングブリッジ1つまたは2つのハムバッカー20フレットが採用されたピックアップごとに独立したボリュームおよびトーンコントロールがついているネックは標準的なギブソンスケールの24.75インチで通常はナチュラルのサンバースト仕上げだがギブソンは黒白 ワインで限定された欄を生み出した。ハードウェアは通常、クロム、またはニッケルであり、ゴールドプレートは限定版だった。ES-175 は、ギブソンのハイエンドアーチトップモデルの案かな、代替品として設計された。ES-175 は1949年に L-5 に変わるギブソンのミッドレベルラミネートトップとして、また L-4 の、 エレキバージョンとして登場した。また、スタイリッシュなフィレンツェのカッタウェイを備えた最初のギブソンエレキギターだった。その最初のモデルは一つのシングルコイルピックアップと彫刻が施されたローズウッドブリッジがあった。モデルの名前は175ドルの販売価格から由来している。1953年に2ピックアップモデルである。 ES-175D が導入された。ES-175、または ES-175D はサンバースト仕上げ、またはナチュラル仕上げのいずれかで注文できた。1957年2月から ES-175 にはハムバッカーが装備された。パッドメセニーなどの多くの新しいジャズギタリストはこれらを使用して ジョーパスとエース・モンゴメリーのハートエルゴのサウンドをエミュレートした。ハムバッカーを搭載した ES-175 は、その豊かな音色が高く評価された。1969年、ノーリンが CMI からギブソンを買収する。少し前に、ギブソンはヘッドストックの角度を17度から14度に変更するなど、ライン全体の変更をし始め、 ワンピースのマホガニー材の代わりにスリーピースのメープル材に変更し、ネック裏にボリュートの膨らみを追加した。ES-175 は1970年代半ばまで、これらの変更をほとんど免れた。1976年、サンピースのメープルネックがワンピースのマホガニーネックに置き換わり、ボリュートが追加され、木製のブリッジがナッシュビルタイプのブリッジに置き換えられた。 1970年代半ばまでに、ギブソンはシングルピックアップモデルを廃止した。1976年、ギブソンは ES-175 の薄型ボディモデルである ES-175T を発表した。それは3年間生産され、サンバースとより高価なナチュラル、そしてワインレッドの色展開だった。モデルは人気がなく、 1979年に廃止された。2002年に、ギブソンは、スティーブ・ハウの1964年 ES-175 に基づいたハウのシグネーチャーモデルをリリースした。2012年に、ギブソンは 1959ES-175 復刻版、シングルピックアップ及びデュアルピックアップモデルの2種をリリースした。 それは1970年代以来最初の量産 ES-175 シングルピックアップモデルであった。ジャズギタリストジョー・パスが ES-175 を演奏し、さに寄付された。1962年以来、このモデルのギターは、ジャズギタリストだけでなく、エルビス・プレスリーのギタリストであるスコッティ・ムーアは ES-295、デュアル P-90 搭載。 すべてゴールドの ES-175 を演奏した。スティーブ・ハウは ES-175 も使用している。ギブソンはオリジナルの1953年に ES-175 の署名の再発行として、ハーブ・エリス ES-165 をリリースした。ロディーフレームはアズテックカメラの最初の数年間はこれを使用していた。エピフォンはまた、 唯一の金色と黒の色の ES-175 モデルを生産していた。このモデルにはアーチ型の背もたれがあり、また2つのアルニコワックスディップハムバッカーが装備されている。オリジナルのトリミングがすべて施された ES-295 に加え B-7 ビグスビービブラートテールピース付きも生産された。ギブソン ES-295 ディスプレイド。 アットサンスタジオギブソン ES-295 がサンスタジオに表示された。ES-295 は ES-175 の高級バージョンとして1952年5月に導入された。ES-175 と同じ仕様を共有しているがギブソン S ブリアンゴールドで提供されフローティングブリッジではなくブリッジ上をループする弦を備えた。 トラピーズブリッジ、テールピースの組み合わせが特徴だった。また、透明なプラスチック製のピックガードは、クリーム色でバックペイントされ、金色の花柄のエンボス加工が施されていた。ES-295 プロトタイプは、負傷した退役軍人に、金の ES-175 を送りたいと望んだ、レスポールの要請で、ギブソンによって1951年に建てられた。 1959年に廃止され、1957年以来装備されていたハムバッカーとは異なり、以前の P-90 ピックアップデザイン、および元のトラピーズテールピースデザインに代わるビッグスビー、ビブラートテールピースが1994年に再生産された。エピフォーンは韓国製の ES-295 モデルをリリースした。これも P-90 と、 ビッグスビーを搭載していた。キブソン・メンフィスは P-90 とオリジナルのトラピーズテールピースデザインを備えた 1952ES-295 のレクリエーションをリリースした。注目すべき ES-295 プレイヤーには50年代前半にレスポールとツアー中にプレイしたメアリー・フォード。 エルビス・プレスリーとのほとんどの3レコーディングで ES-295 をメインギターとして使用したスコッティ・ムーアとジョーディー・ウォーカーのキリング・ジョークらが含まれる。ありがとうございます。